こんにちは、速稼塾の久保です。商売をするときには必ずお客様との接点を作る必要があります。インターネットを使ったお客様の接点といいますと、それはメールマガジンであったり LINE グループであったり、そしてこういうふうな、ね、YouTube を発信すること、常にそれを見てくださることが方がいるってことが必須になってきますよね。でも今までメールマガジンとか YouTube 発信したことないよって方、どうしてもビジネスで成功したいなら今日から始めてください。でもどんなことを記事に掲載すればいいんですかっていうふうにお悩みの方、まず今はね、毎日でいいんでみんなの銀行、こちらの方をやるといいと思いますよ。みんなの銀行っていうふうにアプリをダウンロードして紹介コードを入れると1000円が入るというふうな、もう本当にね、最速の稼ぎ方があるんで、これをご覧くださいという形で、記事の第1話にしてみたりとかね、 YouTube 発信の第1話にしてみたりするといいんじゃないかなと思います。もちろん次の日も同じようなネタを取り直してもいいと思いますしね。そして私の速稼塾の中ではもうね、一般的になりました、あの例のファンクルってやつですね。外食をするとそのうちの半分が返ってくるみたいなのがありますけども、そういうのも記事に載せたらいいんじゃないですかね。こういうふうな無料で取り組めて、そしてリターンが大きい、こういったものをね、どんどん紹介することによって徐々にメールマガジンや YouTube っていうのは育っていくんですよ。だから開始初日から何かの反応があるって期待すると、これは挫折が大きいです。そういうものではありません。1週間、1ヶ月、1年かかるかもしれませんが、育てていってお客様との信頼関係、読者様や視聴者さんとの信頼関係を作っていく、これが肝になってくるわけですよね。さあ、それではね、やってみましょう。みんなの銀行をやってください。どのように紹介するかってことをこれからまた申し上げます。みんなの銀行というね、アプリをダウンロードしましょうと。アップストアや Google プレイストアからダウンロードできます。その次にプロフィール作成の欄がありますので、免許証番号など身分証明をできるものをそこに入力、そしてここが肝心なんですけども、紹介コードっていうのが動画概要欄にありますから、その紹介コードをね、アルファベットの大文字とか小文字を間違えないように入力して、それで完了、1000円が入ります。次の日にはそのみんなの銀行からお近くのコンビニの ATM から1000円が引き出せます。すごいでしょ。1000円必ず儲かるんですよ、このアプリのダウンロードって。で、次なんですよ。大事なのは、この1000円に満足するんではなくて、今度は自分自身の紹介行動ができてますので、紹介活動をしていって、どんどんね、あなたにも1000円、紹介された人にも1000円という形で、最大30万円の利益を手に入れていただきたいと思います。これがあなたの最初の副業の、会社経営、副業経営としてはいかがかなというところでございますね。こういうふうに進めてみてはいかがでしょうか。必ずですね、ビジネスを大きく広げることになりますし、これをやらずしてもう他のビジネスをする必要はありません。このみんなの銀行がそこそこできるようになってから、もうちょっと規模の大きいビジネスをやっていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、そのように進めてみてください。ということで、今回もみんなの銀行の紹介でした。以上です。